何があるんやろ、食べたことないんですよ。母ちゃん家の近くの商店街と変わらないよね。いただきます。あ、これ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 、さやかが住んで食べてる姿見たいと思うで。どこにそんな需要がある。いや、需要あるやろ。さあ、ファンジャン市場にやってきました。はい、もう韓国っぽいね。です ね、初めて来た。ちょっと行こう。俺も初めてかも。あ、そうなんですね。ちょっと韓国らしいのちょっと味わおうよ。どういうのがあるんですか。いや、だから市場やから多分食べ物、食べ物あったかい。屋台的なとか。やっぱ寒いからやっぱすごいね、このモコモコ系がさ、ロングコートが、ロングコートは、ね、いや俺もほんまマジ寒いからさ、マジ欲しいねんけどな。あ、そういうのですか。ちょっとダウン的なやつなんか食べようか。ちょっと寒いからさ、ちょっとあったかいの食べようよ。食べたい。何があんやろ、韓国やから有名なやつ。住んで住んで住んでえげつないで。でも私スン食べたことないんですよ。私も見た目でちょっと無理やなと思って。いやいやいや、まあでも食べたら食べたで美味しい。まあまあまあ、うん、そんなあの見た目以上には美味しいけど、うん、ちょっと食べ物、食べ物ね、韓国の食べ物大好きやけど、でも知らない食べ物あると思うんで。これはキャンプだ。これはキャンプ。あ、おいしい。おいしいおいしい。あれ見た目こんなこんなプロセスやのに。マジっすよ。違うね、長いやつ解いてんね。長いの解い、長いのすんでもうええわ。始まっとるやん。いや意外とうまかったけど。見た目もあんなもんなかなかパンチありますよね。パンチあるよ。あれはか、日本にないから。日本にないよね。あ、チーズハットグとかさ。あ、いいですね、食べたい。あったら食べよう。食べたい。日本人も多いね。ね、こまけやっぱ観光で。なんかでもなんか落ち着くな、ここ。やっぱ商店街的な感覚が。全然おばあちゃん家の近くの商店街と変わらない。うん、変わらないよね。あ、これや、さやか。うまい。正解ですか。うん、やっとうまいが出ました。あ、うまい。うまっ。あ、これ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 、きじみや一気に、うん、おいしい。サクサクですね。これも一人食べて美味しい。これは何やろ、玉ねぎ。あ、おいしい。韓国やね、これザ・韓国。韓国だ。こんな寒いすごくない。なあ、日本でここまでないやろ。北海道ぐらいじゃない。ただの最後ね。ただのきついよ。一番嬉しい今。うん、よし、じゃあ次行こうか。はい。ありがとうございます。言い換えばね、スタイス。ありがとうございます。助かるな、これこのお湯助かる。高い。こんなお湯が助かるなんて。何行く次。あ、スープみたいなのあるで。おー、あ、スープ粥だね。あ、スープ粥。すごい。独特やな、これ。出た、住んで。あ、え、そんな出た。いや、出た。いいの、大丈夫、住んで食べなくていいか。ちょっとでかいです。ちょっとでかい。あ、見てこれ、住んで。あー、50か。住んででかすぎひん、これ。でもめっちゃ人気なんじゃない、こんなに住んでがあるっていうことは。これはでもちょっと食べとかなあかんのじゃない、さやか。住んで初住んでやろ。来たからには来たからにはちょっと住んで、やっぱさやかが住んで食べてる姿見たいと思うね。どこにそんな需要がある。いや、需要あるやろ。え、全部このサイズなあ、あれをカットするってことか。あれをカットしてくれんのかな。じゃあ住んでを食べようか。キンパと住んでを食べようか。おー、アニハセヨ。アニハセヨ。アニハセヨ。
キンパありますキンパ。キンパ、オッケー。キンパと、で、スンデ。スンデ。これ何？うん、おでん。おでん。おでんもじゃあください。で、おでん。おでん、スンデ、キンパ。キンパ、オッケー。はい。よし、これでちょっと、はずスンデをさやかに食べてもらって。断面、なかなかグロテスですね。いや、俺も食べるから。あ、ぜひぜひ。これすごいな。あ、キンパありがとう、カムサンダ。これはもう絶対美味しい。どこまでしょかえ。これ、あ、あるよ、あるよ。あ、いただきます。どうぞ、キンパいって。いただきます。やったー。キンパそうね、ピンパーだよね、ドランコ。フィシュがちょうど手よ。どう？うんうんうん、美味しいね。うん。マシしたよ。マシしたよ。うん。美味しい美味しい。歯ごたえがいい。うんうん。あったかいし。おでんだ。うわー、いいね。これあったまるよ。はい。ねどう？いった？優しい。優しい味？優しい、めっちゃ。なんなんやろこれ。日本のおでんより優しいかも。優しめ。何なんこれ。何が入ってるの？優しい。なんやろ。お吸い物的な。まあ、そう、うん。いただきます。確かにお吸い物やね、うん。おでんって感じが。スンデ、ね、ーねーサメだ、うおーはい、スンデ、はい、スンデ、行こう違う方が良かったかもしれない。知ってる方が結構はい、これ誰か外すんや、体に超だって体にいいですか、ね、これで体に悪かったら何のために食べんねんって話うわー外すんで。これなんかちょんでつけてもいいけど、つけんでもいいよ。え、これなんですか。これ塩、なんか塩的なやつじゃない。なんかだって韓国の人みんな食べてんねんから。おー、でも多分そんなじゃない。どう、そうやろ、思ってた以上にやるくないやろ。なんでこんな見た目してんの。うんうん、もううまい。でもこの赤いのは豚の血。あんま？うん、豚の血やって。だからこの色なんや。そう。でも豚の血してないよ。まあね。豚の血中に。全部美味しい。美味しいね。大好物なってるやん。あ、いい？つけた方が。マジ？合う、めっちゃ。うんうんうん。うん。これは見た目がすごいもんな。うん。美味しい美味しい。バケットよ。いけんの？いや、全然取られへんねん、これ。いって。ハムサミだ。ハムサミだ。そうよ。ハムサミだ。サユが来た。サユが来たぞ。サユが来たぞ。ああ、助かります。ちょっと韓国らしいところに行ったね。来ましたね。よかった。味わった。あとはなんかやっぱ、ああいうの食べたいな。サムゲタンとかさ。サムギョプサルとか、はいはいはい、と韓国ってのないっけ、だから今回これ AK レーシングの、まあ、撮影用のユニフォームをカスタマイズしようということで、はい、決まんないですよね。決まんない。何年俺コーヒーに取り上げるわ。よい子さんとかも来てる。アレさんとかいらっしゃってるんですね。ねえ、サムゲタン。うわー、熱そう。住んでみたいな来てて。